ニューヨークチャンネルの1週間おー、なんでしょう。はい、まあ、新企画でございまして、これから毎週ですね、月曜日は、その前の週にやったチャンネルの動画の、まあ、再生回数とか、うん、いろいろこう反省して今後に生かしていくこう会議をしたいなと。なるほど。思いまして、まあ、視聴者の方も、まあ、僕たちの成長をね、一緒にこう見守りつつも、まあ、アドバイスもいただけたらな、なんて。ああ、なるほどね。皆さんもね、ワンチームでやっていきたいなと。いいんじゃないですか。はい。ちょっとやってみていきましょうか。うん、ね、これが再生回数、まあ、言っても、もちろんいいし、うん、これをきっかけで他の動画もね、こう、向上していきたいなと。はいはいはい。ちょっと一週間の動画を振り返りながら、はい。はい。で、今日はですね、ちょっとあの、取材の方が入っておりまして、カメラが結構3台ぐらい今僕たちを捉えてくれてる状況でございます。いやー、すごいです。はい、すごいです。月刊芸人さん、はい、というフリーペーパーと、はい、あと YouTube もね、はい、あの僕らのこういろいろ取り上げてくれていただいたのを流していただけるということで、はい、すごいですよ。このカメラが一番しょぼいっていうね今。すごいですよ。マジですごい。大人が8人いますからね。まあ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 という状況でございますんで、ちょっとパシャパシャ落としたりするかもしれないですけど、お気に入りありがとうございます。なさらずありがとうございます。ということで、じゃあ早速いきたいと思います。こちらですね、はい、ニューヨークチャンネル1週間でございます、うん、一応年明け1月1日から4日まではあのネタ動画をアップしましたので、はい、その前の24から30までの動画を昨年末、はい、振り返っていきたいなと思います。はい、こんな感じになっております。はい、24日から始まって、クリスマスイブですね。これええ感じ映ってますか。24日イブから始まって30まで、うん、イブにアップしたのがアプリで彼女になってもらう。あ、出た。これね、うん、すごいいい企画でしたよね。はい、あ、そして再生回数もこれ赤い字で 15,746 再生。ああ、まあ15万再生でよかったな。いや、そんなにいくか。女の子とただ電話で喋っとるだけやぞ。いや、でもなんか面白いね、あれね、特殊な。あの子もいい仕事してくれたしね。いや、いい声のね、可愛らしい女の子と会話してみて。え、まあ見てたかな、あの子。言ってないからな、でもな。まさかな。うん。あの時電話したのかな。いや、これドキドキしたけどな。うん。絶妙な感じの女の子でございます。もうこのアプリにはもうお世話になりっぱなしで。あの、滑らない話よりはいい感じですかね。よりはいいんじゃないかったかな。漫才凍った時よりはまあ行ってないけどって感じかな。それでクリスマス火曜日ですかね、はい、そういうことじゃないか、25日が漫才のつかみ考えよう。出ました。これはもう最高の企画、うん、僕たちが会議室で漫才考えて実際に、ね、幕張でね、うん、やってっていう動画、これが 33,983 回。これが本当にね、スタッフさんみんなで一緒に考えてくれたんですけど、うん、本当になんかいい感じのつかみができて、正直今正月明けて6日ですか、うんうん、あのお正月いっぱい営業とかね、あの無限大ホール、うん、一元さんの結構お正月のお客さんの前で漫才やらせてもらったんですけど、うん、ほぼ毎回やってほぼ毎回受けてます。普通にやってます。もうあんなもん掴めば掴むほどいいってことが分かりますよ、ね、その後のネタもちょっとウケる気するよね、うん、これはもう第2弾やりましょう、絶対に、うん、絶対にやりたい。もうこれ0回でいいよ、うん、俺らは今日も海老名のね、うん、ビナウォーク野外のね、もう500人くらいお客さんいる前でやってしっかり受けました、うん、しっかり受けました。ありがとうございます。本当にあれだ、最高。本当に、うん、あれに関してはもうギャラも再生回数も俺らいらんと思ってる、うん、素晴らしい。そして12月26日、無限大ホールの道案内出ました。あ、これこんな行ったんや。 19,462、うん、もう僕らが駅から本当ダラダラ歩いて喋りながら無限大まで行くっていうのが2万ぐらい。でもこれ本当にこの正月シーズン地方から来てくれた人は本当にこの動画見て見たいよ。だからマジ本当作戦勝ちっすね。あれ本当にあれ見てきた。2万開催戦近く行ってる。で、あ、素晴らしい。ツイッターで見たけど、川瀬名人がおすすめしとる餃子屋行ってみたとかつって、あの動画見て実際あの餃子屋行ったりしてるから、これはでもいい動画でしたよね。その無限大ホールに来たいというか、うん、お笑い好きな方にとって、うん、地方から来た人もどこに入っていいかわからないけど、あれでちょっとね
うん、ああこの店に入ればいいんだとかも分かったしね、うん、これ2万再生もいったの嬉しいな。あと余談なんですけど、この動画内で僕ちょっとノリでハチ公前のあの宝くじ売り場で、うん、あの年末ジャンボ目に買ったんですけど、あの1万3000円当たりました。すごいわ奇跡起こってるやん。その動画にすればよかったわ本当に当たったんやあれ。ヒカルさんとかのしょぼい版みたいなことが起こる死ぬほどしょぼいけどな。そして続いて12月27日あこれね、スラムダンクキャスティング、うん、これが18771、ね、前編が18771、後編が11504。これはもうちょい行くと思った正直これはとんでもないキラーコンテンツ生み出したと思ったもん。みんな大好きスラムダンクが実写化されたらね、芸人だけだと誰がいいか。まあこれもね結構ね、撮ってる考えてると楽しかったんですけどね。喧嘩最強トーナメントに次ぐキラーコンテンツ来たと思ったんやけどね。まあ悪くはないですけどね。でも言ってくれたけどな、結構楽屋で、うん、言ってくれた。やっぱ偉いもんで、ね、デーブ・スペクター選手権とか誰も言わんもんね楽屋でも。あれはやばい、あれおもろかったって一人も言わんよ。スラムダンクはすごい言ってくれた。言ってくれた。なんで俺がキャスティングされてないのとか、うん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 、ね、言ってくれて、うん、はい、で、続いてが年内最後のニューラジオね、はいはい、あこれが4万ぐらいいってる。あ嬉しいね。ありがたいですね。ラジオで4万いくの嬉しい。これがアベレージぐらいいったらな。これ M1 終わりっていうのもあったからね。ああまあ確かに、ね、多いから毎回4万5万いったらもう最高なんやけどな。嬉しいですよね。一番見てほしいからね実はニューラジオが、うん、で続いて、12月30日が YouTube 反省会と、うん、これも2万ぐらいいってます。1万8000円。ああ嬉しい。あんな居酒屋でダラ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 ね俺も1年間を振り返るみたいなね、うん、YouTube の。しかもなんか思ったより個室じゃないから、ほんとちっちゃい声で喋ってたからね。あの、うん、ほんとなんか怒られそうな雰囲気あったよ、うん、まあでもあれ結構ね、あの芸人、吉本芸人がねよく行くね、うん、あお店でね、新宿三丁目のお店なんですけど、うん、しかもそうね、あのママがねハイキングウォーキングの九太郎さんとマブダチのねお店で、あの全然ね何も言うてこんかったな、ずっとカメラ回しとんのに、うん、動画撮るっつってんのに、うん、作家のヒロシが天丼頼むっていうね。あ確かに、うん、ありましたね、分からんことが来た。あれはもうやばかった今思うとでもこういうなんかお酒飲みながらダラダラみたいな動画はちょっとね、なんか要所要所、まあ年末感もあるしな。年末感もまああったからってなのか。ということで、まあこの週で言うと、あでもニューラジオが一番多いって嬉しいね。なるほどね、うん、まあ比較的みんないいかな、うん、それは現在の再生数、うん、ってことですよね。まあなんか最後1年最後の週1週間で一つもその何千回台でストップしてしまったのだから、デーブ・スペクターみたいなのはないってことだよやっぱ万は行きたいよね。万行かんと、うん、せめて最低ね、あ最低、あのもうちょっと見せながら喋って、そのなんか下に置いて喋るとかもそのでで続いてこちらが人気動画ベスト3。あここでまた現れるのかベスト3、ベスト5、はい、あごめん5、ごめんなさい。これは、今週に上げた動画以外も込みで一番再生されたのかってことですか。そう、その週で再生されたやつのベスト5。なんでニューラジオは少ないんですか。その週だけだから再生された数が。あ、そうか、この後増えたのも込みであの数ってこと。さっきの。なるほどね、うん、1週間で再生された数。なるほど。あでもね、だからここネタがね、これが漫才、我々本ネタ、うん、M1 グランプリのまさに1回戦でやったネタを前の週やけどってことか。そう、23日に上げたけれども、うん、その週にで、まあこれが結構後の方やから不利っちゃ不利ってことですね、このランキングでいうと、うん、ただこれがね、うん、あの M1 グランプリの次、その日に上げましたっけ。次の日、その日のてっぺんよ。あの M1 グランプリの決勝出て、うん、決勝でやったネタの、まあまあ決勝でやったネタとちょっと形でね、うん、あの初期の形の、うん、でもまあ同じ、まあ、細かいこと言うと僕の毒の部分とか一切ないんですよね、うん、あれ急遽足した部分やから。でまあ M1 決勝ネタで、うん、まあ文章にも書いて、うん、M1 終わった直後に上げて、M1 でやったネタは3万再生はちょっとだいぶ少ないわもっと言っていいよね。少なすぎるやん、意味ねえわ M1 出たこんなんやM1 出たネタでお前 M1 でやったネタなんて10万はいけよ絶対にすぐになすぐに何なんマジで。
今でも10万はまだいってない。いってないですよね。6万か7万ぐらいでしょ、うん、なんでかな、なんでM1 の動画があの違法みたいなんで出回ってるからとかでもねえでしょ、多分じゃないんじゃないかな。謎だなこれは。これはちょっと怖い話だ。ミルクボーイさんなんかお前何十万何百万みたいな勢いだった。何百万よ、もうミルクボーイさん。まあミルクボーイさんそれそうだけども、正直どっかでやったで俺。決勝行って優勝できんでもあのネタって何回も見たなっちゃうかなとか。歌ネタね、ちょっと癖になるようなね。少ねえ、癖にもなってね。今で68,000回。うん、今まで上げた普通の動画と同じくらいのペースの伸びです。マジかよ。なんてかな、これ謎だな。これなんすか、なんでイオンのランキングここに来てこんな上位に食い込んできてるんですか。うん、はい、謎っすか。謎。へえ、あ、結構だいぶ前だ。うん、そういう動画もあるんですね。うん、昔上げたのでこうじわじわ、うんうんうん、そういうのも多いで道案内と、はいはい、うんうん、ということでございます。さあ、そしてトータルのその週の1週間での視聴回数が 66.7 万回。わ、すごいじゃない。多いですね。多いと思う。うん、総再生時間8万時間。うん、まあこの辺は また来週どうなるかというか。そうね。うん、登録者数はプラス2999人、3000人1週間で3000人。これはめっちゃ多いと思う、多分。 M1 やと思う。ありがたいよね。この前の日の M1 の日にズドンと上がって、まあそこから少し落ち着いたけれども、じわじわずっと。いや、これはだって、あ、で M1 のズドンは入ってない。入ってない。うん、でもまたその余韻でというかね、うん、いやだって1週間で3000人ってことは1ヶ月で、うん、1万2000、そ年で10万いくからね。うん、だいぶだから多い方ですよね。まあこのペースでいければいいけどね。いければいいけどね。ありがとうございます。登録してくれた方お願いします。はい、はい、以上ですかね。はい、で、はい、ちょっとコメントを少し読んでみようかなと、うん、あ、読んじゃいましょう。はい、うん、嬉しいからやっぱこう、あの演者がさ、読むと書いてある。まあ、俺たちの近くに来てくれたって思うからさ、うん、そういうこと言わないで読むんだよ、こういうのは。で、俺たちだって普段そういうことやっぱ言ってくれるなんて思ってないから嬉しいと思う。これいじると、まあね、うん、で、今回は、スラムダンクキャスティングの、2つ目の方、少なかった方のちょっとコメント。いや、俺あのコメント全部読ませてもらいましたけど、確かにみたいな結構ありましたもん。どういうのですか。なんかね、沢北を粗品にした方がいいんちゃうかみたいなとこあったんやろな。ああ、そう。それめっちゃ確かにと思ったんやろな、はい、この指2本で、はいはい、あ、これはもう自分たちで見て、あ、うん、あ、これだ、見て、はい、あ、伊織さんに川田のとか大きめのキャラやってほしい。伊織って多分からし蓮子ってね、名前読んであげてね。リ・レイさん、リ・レイさん、リ・レイさん、はいはいはい。椎名祐介さん、見取り図は鉄夫と水戸のコンビだったのかと思うと草、うん、ザ・タイガー・キッドさん、麒麟田村という週8バスケ男もぜひ入れてほしい。確かに田村さんどっかに入れる。あ、めっちゃおもろいこと言ってる。ラッキーブック、志村さんミスター・ビーンに似てる。関係ねえ、関係ねえし初めて言われた。うん、なるほどね。あーさん、商用はトットでいけそう、緑だし。めっちゃトットさんいいな。藤間とかね、うん、藤間はいいね。まあだから結構トットさん商用やん、マジで。お笑い見てくれる人が、うん、いや、あのキャスティングはもっとこの人がいいんじゃないですかみたいなコメントが多いね。うん、うん、うわ、商用のトットさんドンピシャだな。花形も藤間も、まあそういうコメントが多い。商用欲しかったとかね。うん、なるほどね。まあそうか。カミチーさん入らなかった。山添さんの鮮度いいとかね、うん、あ、いいじゃない。これマジでリアルに撮ってほしい。お金出します。門脇さん、うん、実写どんだけかかると思ってんねん。あ、実写大金持ちか。門脇さんもしかして、うん、うん、あ、なんていうの、結城神楽さん、
僕の希望とした乳首シリーズとかコンドームシリーズもちょくちょく復活させてほしい。今の企画も面白いけどね。いや、ありがたいけどね。これは申し訳ない。もう二度とやりません。数字が全ての世界なんでね。数字が伸びないんでね。俺たちももう嫌なんですよ。結構大変やし。なるほど。みたいな感じかな。あらだすコメントくれた方、うん、はい。いつも僕全部読んでますから、ちゃんと。またどしどしコメントしていただけたらな。ありがたいです。ということで、また来週、1週間振り返っていきたいなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。